倉本跡八重山倉本跡倉本は、宮古諸島、八重山諸島及び久米島に置かれた琉球王国の地方成長である。倉本とも表記する。琉球王国の続投とされた離島地域に近世諸島に設置され、琉球王国による離島統治に大きな役割を果たした。宮古諸島では、宮古島の平らに、八重山諸島では、石垣島の大川に、 久米島では中里及び、愚子川の角間切りに置かれた。倉本は1897年に廃止され、代わって、間切り役場が設けられた。在地の最高位である三人制の頭を筆頭に、ザ、方と呼ばれる部署があった、経図方。それぞれの村や島には、倉本から首里王や後、あた人、まなざし等の役人が派遣されて、当地に当たった。また、倉本には、 王府から財番と呼ばれる役人が派遣され、頭以下の在地の役人を監督し、蔵元の行政を管理した。久米島城馬車には、蔵元の石垣が残っており、旧中里紛れ蔵元石商として、国の重要文化財に指定されている。宮古諸島では、1525年に蔵元が設置され、1535年には、 ひららに加えて下地に頭職が置かれて二人制となり、1611年には砂川紛りが置かれて頭職が三人制となった。1629年には財番が置かれている。八重山諸島では25年にわたって昇進王に仕えた西包が勲功を認められて1524年に竹富大主利親子の頭職に任じられ、当初、 出身地の竹富島に蔵元を置いたが、港の整備が困難だったため、1543年に石垣島の大川村へ移転した。1628年には宮永、大浜、石垣の三つの間切りが設けられて頭職が置かれ、1632年には王府から財番が派遣されるようになった。 さらに1641年には、山和財判が置かれ、薩摩藩の役人が駐在するようになったが、7年後の1648年に廃止された。蔵元は、1633年に、八重山切シタン事件で処刑された本宮長藤、石垣栄将の屋敷跡に移転した。1771年には、明和の大津波による被害を受け、一時、高台である、 大川村の分例に移転。1775年に大川村のふんなに移り、1815年には八重山博物館林地に戻っている。移行。ありがとうございます。